はい、おはようございます。五郎でございます。2月14日火曜日、今朝の一言始めていきたいと思います。今朝も上海からお届けしていきたいと思います。今朝の一言は、もっといいやり方はないかに、ということで解説文を読んでいきたいと思います。昨日の努力に少しの工夫と改良を上乗せして、今日は昨日よりもわずかながらでも前進する、そのより良くしようという姿勢を怠らないことが後に大きな差となって現れてくる。決して通い慣れた同じ道は通らないということが成功に近づく秘訣なのです、ということなんですけども、まあ昨日に引き続いてもっといいやり方はないかということなんですけども、そうですね、最近個人的にはノーションっていう効率を上げるツールみたいなやつがあって、意外となんか昔からそういうCRM とかなんかそういうツール好きだったんですけど、最近は上海来てからあまりそういったものを使わなくなったんで、ちょっとアナログチックなやり方だったんですけども、そのノーションっていうツールがいいっていうのをちょっとなんか YouTube かなんかで見て使ってみたら、結構久々にハマってましてですね、まあそれを日々もっとこうしたら使いやすくなるんじゃないかななんていう研究をしてるのがちょっと楽しいんですけども、まあそうしたなんか効率を上げるツールを使って自分のなんか業務を改善していくっていうのも一つありかなっていうのと、あと明らかに自分よりこの分野にかけては長けてるなって人にどうやってやってるのか話を聞いてみるっていうのもいいんじゃないかなと。結構ね、自分って他の人から見るとなんか自分で普通にやってることも、他の苦手な人からするといや実はすごい、やり方をしてたりとかね、そういうのがあったりするんで、結構身近な人にこういうことで今困ってるっていうか、うまくできないんだけどどうやってやってんのみたいなのを聞いてみるのも一つ、なんつうんですかね、そのもっといいやり方を見つけるやり方なんじゃないかなというのもね、ありますんで、ちょっと周りの友達に、自分より得意そうな人にちょっとどうやってやってるのか聞いてみるというのと、なんかそうしたツールをね使って、もっと効率よくやってみるとかね、そういうのをちょっと工夫してやってみるともっとより良くなるんじゃないでしょうか、ということで、今日も頑張ってまいりましょう。